水橋 TV。なさんこんにちは。こんにちは。水橋 TV のお時間です。この番組は月間水橋会の皆様のご支援によりお送りしております。チャンネル登録はこちらからお願いします。はい、お願いいたします。今回は先生。 どんなお話を？うん、いろいろ考えたんですけど、はい、とりあえずいい話をしたいんだよね。はい、したい、聞きたい、<laughs> 聞たいでしょ。はい。<laughs> はい。だから前半はいい話、はい。はい、後半は現実みたいな感じで、おお<ー>。話してみようかな。何のいい話ですか？あのえ、光孝さん、はい、記事とか読んでて気がつかない？何に？それは最近。 その、まあ、特にネットの記事に多いんだけど、半導体投資っていう言葉がめちゃめちゃ出てるのって。はい、コロナ後えっとね、うんに、2022年以降。なんですけどね。うんはい。いろんなとこに工場できたり、みたいな。そう。はい。さすがに TSMC が熊本に工場作る話は知ってるでしょあ、なんか聞きましたもう第二工場も作るんですけど、ね。はい、はい。あとはラビダスが千歳に工場を作るとかっていう話があるんですけど、ね。はい、うん。はい。ワクワクするんですかその話。あのね、うん 実は、はい、かつて日本は、半導体王国だったんですよ。昔。昔。あのパソコンの、はい、そのメインメモリー、D-RAM っていうのね。<laughs> ダイナミックランダムアクセスメモリーなんだけど、はい、D-RAM ね。それを、最初アメリカがもちろん作ったのよ。はい、パソコンの、なんつったらいいラムメモリーって、まさにこれ。はい、作業机。<laughs> はい で、ハードディスクとかフラスメモリーが本棚。<laughs> で、CPU は脳みそ、はい、だ私たちは本棚から情報を持ってきて、ここのメモリーの上で作業するって感じ。はい、これが基本的なコンピューターの動きなんですよ。はい、で、IBM が、いつだったか1970年代かな ?79 年ぐらいだったと思うんだけども、メインフレームっていう超大型コンピューター、あのパソコンじゃないのよ。はい、企業が使うような巨大コンピューターの、そのメモリー部分を半導体にするっていう風に、はい 宣言して、うん、それで世界中でバ鹿的な半導体の製造が始まったんだけど、最初は100%アメリカだったんだよね。そりゃそうですよ、アメリカの技術なんだけど。はい、ところがですね、そこに食い込んでった問題の国があるんですよ。日本そう。<ー>なんと1986年ぐらいにはですね、80%日本になっちゃったの、D ランド。すごいですね。はい。 今見る限りもないんだけど。<laughs> で、それはメモリーの話で、はい、半導体全体の売上高も、なんと日本はですね、50%だったんです世界、ね。トップです、<ー>アメリカのいて。はい、え、その、なんで日本で半導体を製造するようになったんですかこれはね、最初ね、アメリカの支援があったんです。へ日本でも作ってください、みたいなあ。あのね、前回話したじゃないですか。うん、GHQ が日本人自虐視感を言ってきましたと。はい、GHQ 最初は、 日本を本当の小国にしようとしたのね。うん、でも、よくよく考えてみたら、アメリカとこう、太平洋はな挟んで日本があるじゃないですか。そこに日本落ちちゃったら、アメリカは太平洋の向こうが全部共産権ってことになっちゃうんで、当時だと。ソ連、中国、日本みたいな,、はい、な形になっちゃうと、これ安全保障と大変問題があるから、うん、だから日本経済を復活させて技術大国にしようっていう形で、様々な支援したんです。あれもそうですよ。だから、えっ、ー、と、輸出部分について、1ドル360円。はい。 ニクトン国食の前。かなり優遇されたの、為替でも。輸出しやすいように。で、アメリカが買ってくれるんですよ。で、半導体の技術とかも提供したのね。もちろん日本人はまとも、あの、真面目だから。ちなみに、ソ連は、その半導体とかを盗みまくりましたからね、アメリカから。そんなことやってたから全然半導体産業起きなかったんだけど、日本はちゃんとライセンス料を払って、アメリカにめちゃめちゃライセンス料を払って、例えばトランジスタラジオとか、 ウォークマンとか、いう家電製品も作ったし、はいはい、半導体そのものも作り始めてたのジャパンアーズナンバーワンって言われた頃ですね。それが80年代か。そう、86年か。90年代頭ぐらいまで続くんですけどね。うん、10年間ぐらいあるんですかえっと、まあずっと伸びてきたのね。<ー>伸びてきたんだけど。だってあれだよ、86年なんて、確か D ラムの、はい、えっと生産高の世界一は NEC ですよ。日本電気。2>, うん、2位が東芝だったかな。うん、あ、2位が日立製作所。3位が東芝。 世界のだよ。はい。でもいつの間にか韓国になった。そう、今サムスン。はい。サムスンになっちゃってるんだけども。でもなんでこんなことになったかというとね、結局、そもそも半導体って、なんで発展したのか。まあアメリカでなんだけど、これはね、要は計算のためですよ。はい。何の計算かというと、弾道ミサイルですよ、もちろん。あ、そっかあるいは戦闘機のミサイルですよ。戦闘機のミサイルが自分で判断して敵にぶつかれと。あそれ湾岸戦争の頃にもう実現してたんだけどね。 つまり軍事の話なんですよ、最初から。そこから生まれたんですかそうです。はい。で、そもそも最初のコンピューターはエニアックだったかなはい。あの、真空管をですね、何万本も,も使ったでかいコンピューターあるんだけど、うんうん、あれも弾道計算用、軍用な、軍用、あの、陸軍ですね、アメリカの。<あ>そのためにコンピューターで作られたへー。そうそう。で、ちょっとよくよく考えてみてください。はい。 えまあ、アメ日本は,あ日本ではアメリカは日本を復活させて要は共産党に共産圏に対して壁にする必要があったうん、うん、そこは納得しましょう、ねはい。でそのためには発展してもらわなくちゃいけないから、うん、まさに産業の米と言われる半導体をまあちゃんとライセンス払うから日本は、うん、それで生産していいでしょうと技術提供しましょうよとかやってたんですよはいそしらブワーッと発展してアメリカの半導体産業を追い抜いちゃったのね、うん、あれってあれでその時に思ったはずですねこれやばくねと で、もちろん、その、アメリカの半導体産業が反発したっていう、いわゆる日本バッシング的な話があるんだけど、私はもっと根本の部分でね。<へ>それはね、アメリカの防衛安全保障上の問題になったと思うあれ。どういうことですかだって、日本からの半導体が来なかったら兵器作れないんですよ。あ、なるほど。はい。これはあかんだろうと。頼りすぎちゃ危ないみたいな。危ない。危ないと。いうことに、それも絶対ありました。<ー>特に石原慎太郎と、あとソニーの森田さんがね。はいえ。ノーと言える日本とかいう。 強調出しちゃって。はいはい、そこで石原慎太郎が、日本は半導体を支配することで、真の独立国家になれるみたいなことを言ってるわけです。それは、本当に支配したらなれますわね。はい。そんな、まあ、なんかある、ある意味、挑発的なことを書いちゃったりしてたから、はい、これやばくねということで、でもそこから日本の半導体に対するバッシングが始まってですね。はい。どんなバッシングだったんですかまず、日本の市場は閉鎖的だと。お前ら輸出ばっかりするだけで輸入してねえじゃないかと。 それ当たり前なんですよ。だって日本の、日本産の半導体の方が安くて製品がいいんですよ。うん、だから買ってないだけなんですけどって言うけど、アメリカの例のリの理屈で、ちょっとこ,こじ上げろと。<ー>はい。ちょっとま、とりあえず20%は外国製にしろとか、秘密協定があったのね。半導体協定の人いた時に、はい。それいつぐらいに百八十六年。はぁ、あ。うん。で、まあ、それが、そこを買い切りにですね、はい、もうめちゃめちゃあの日本叩きが。<laughs> 始まりました。で、日本の強みって、例えば長期的な投資ができることだったんですよ。昔は昔は。それは、例えばですよ。あの、決算は中間期。 通期だったから市販期決算なんか誰もやってなかったから、三ヶ,ヶ月後のために必死に働くなんてことやんなかったのね。へ<ー>えー。なんかびっくりされたと思うんですけど。今の逆でしょ。考え,考えられないでしょ。はい、だからにアメリカと違って日本の経営者はと長期的に投資して生産性を高めて、それで製品の質を良くして、かつ価格を下げるとういうことができてた。だからなんかものづくり大国とかいうんですか。はい。そこを潰しに来たわけ。 あるいはメインバンク制ね。銀行っていうのは基本的に長い付き合いになるから、はい、お金なんて貸してくれるし、返済期限が来たら借り換えでいいんですよ。それ長期間のビジネスで金利払ってくれた方が銀行得だから。だって別に金返してもらったって所得になるんだけど、銀行。はい、それも潰すと。はい、で、間接、要はちょそういう間接の金融じゃなくて、直接株式市場から金を得るようにしろっていうちょ、その直感の是正みたいなものが起きた。 それがいつぐらいだから80年代後半から90年代後あと様々な構造改革ですね。はい、はい。金融ビッグバンであったりとかですね、五層先代方式を潰すとかですね、あと自家会計導入、ね、これもでかかった。そういう様々な政策によって日本の企業は最終的に株主資本主義になっちゃったからね。うんうん、まさにカルロス・ゴーンが日産の社長になった頃からもう顕著になったんだけど、うん とにかくコストをカットする経営者が正しいんですと。それは確かに株主の利益が増えるからね。そんなことをやったらですね、それは長期的な投資なんかできないじゃないですか。そこで、まあそういういろんなアメリカの圧力で潰されたんだけど、それはなんか、例えばね、冷戦が終わらとしてたから、アメリカは敵をソ連の代わりに日本にしたとかいう話もあるんだけど、私はそれ以上に問題だったのは、兵器の中核である半導体っていうのはですね、どん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 独占的な 製造、あの、製造を始めるようになったから。ってのこれはもうアメリカの安全保障上にとっては脅威なんだろうな。思うんだけど。というわけで、もう、日本のですね、半導体の製造に占めるシェア10%ぐらいで見るかぎもないですね。昔50%だったのなあれ。<ー>このままだと、多分2030年ぐらいに消えるだろうと、ゼロになるだろうと言われてたんですよ。それが。それが。<そ>れが <laughs> はい。それが <laughs>、大転換が、始まったんですよ、はい。何がきっかけだったんですかあのね、問題は半導体の、 その、製造過程なんです。でね、びっくりするかもしれないんだけど、半導体の製造ってあまりにも多種多様でプロセスが複雑だから、もはやアメリカであってもシリコンから半導体の製品作ることはできない。どういうことですかだから他の国の企業と提携しなければ、アメリカでする半導体作ることができないんです。へえー。えはい 昔はでも日本だけで作れてたんですよね。その半導体の種類自体がいっぱい変わってるってことですかあと複雑になっていった。で、あと、要は微細化ですから、だん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 その、えっと、トランジスタとの,の,のラインがちっちゃくなってくるで今で三な今、3かな TSMC が3なのナノって1億分の1メートルかな。は,はい、はい。だから、ね、あれでしょ、だから、例えば、コーケさんスマホ持ってるでしょ。はい。あの中にいくつ半導体入ってるか知ってる知らないです40億ですすす億ご 四十億。こんなのに。そう。すごいですね。それだけ微細化したわけ。半導体ってのは。するとね、ものすごい莫大な設備投資がいるじゃないですか。自分の会社の製品のためだけに、その兆円単位の投資ができないんですよ。うん。はい、アメリカでも。アメリカでも無理です。さすがに。さすがに。インテル頑張ってますけど、インテルだって相当外使ってますからね。 だって、製品が変わるために製造ライン入れ替えとか、あと微細化の競争があるから、そこでも他の企業と戦わなくちゃいけないですよね。で、そこで、えー、まあ、TSMC なんですよ。はい、あれはファウンドリーといって、あの、あらゆる、自分たちでは半導体の設計は一切しないです。しない。で、設計してもらったものをもらって、で、その半導体を製造して、 それでも後工程に回すって言うんだけど、それでお客さんのところに届けるような、そこの製造部分だけ、前工程だな。前工程の部分だけやるの。そこが一番大変なんですけど。ただ、自分たちは設計しないから、顧客は安心して TSMC に頼めるんですよ。競合がないから。サムスンは残念なことに、設計もやるんだよ。あと家電も作ってるでしょ。で、ファウンドリーやってんだけど、それはあの、サムスンのファウンドリーに頼んじゃうと、これなんか、 パクられんじゃねえってみんな思います。<laughs> はい。競合しちゃうんですよ。はいはい、どうやったって。うん,うん。だか,かであの、ユーザーの方もそうだし、うんうん、その,あの、半導体の設計の方も競合しちゃうから、うん。だ TSMC それなしっていうビジネスモデルを作ったんですよ。うんで、その今、世界最高峰の3ナノのね、半導体の量産技術を持っているのは TSMC だけなんです。で、もう一つの大きいファウンドリーは、だからさっき言ったサムスなんですよね。はいはい。この、両方とも、 地政学的リスクがめちゃあるじゃないかっていうのに気づいたんです、アメリカ。あー、なるほど。はい。え、台湾台湾と韓国は,は,はい。で、そこで何か、特に台湾の方で、例えばですよ、中国軍が侵略してこなくたって、シーレーンが止まるだけで、世界中の電化製品が作れなくなります。うんうん、スマホはもちろんですけど。ということで、これどうしたもんかなということで、アメリカは3つの戦略を立てたのね。はい。1>, 1つは、自分でも作ろうと。 うんうん、だから、確か数,数十億ドルだから、数千億円単位のお金を使って、インテルなんかもファウンドリー強化するとかいうの動き始まってます。二つ目、これすごいなと思ったけど、備蓄すると。半導体を。備蓄すると。はい、貯めるのと。は,<ぁ>はい。いざという時のために。貯めれるもんなんですかわかんない。<laughs> 技術者じゃないんです。は,<ぁ> <laughs> はい。でもまあ、なんか、陳腐化はしちゃうよね、多分ね。うん。でもうないよりはましたゃ三つ目が、まあズバリ日本作りですよ。 ということで、まあそういうアメリカ様の戦略がありまして、はい、日本でとてつもない半導体投資が始まってて、これの何がすごいかというと、経産省はですね、確か3年間で4兆円ぐらいの予算を確保したんです。この時点ですごいんですけど、それをちゃんと使ってるんですよ、ね。だからラピダス、ラピダス最初なんか確か経産省は、あラピダスって、えっとトヨタとかソニーとか NTT とかが出資したファウンドリーです。はい <laughs> 2027年から、えっと、3ナノの下の2ナノっていうですねもう超え高性能半導体の生産を始めるって言ってるんです<ー>ちょっとワクワクしてきたりしてはい、はい、実際できるかどうか分かんないんだけどやりますとそこに最初経産省が出した金が800億円だったからお前ちょっと桁違わねえと思ったらですねその後数千億円ドーンってくる<ー>ああ真面目だったみたいな<ー>ごめんねみたいなで TSMC のファウンドリーについても確かに最新の その技術じゃないんですよ。2ナのなんか絶対持ってくるわけないんだから。3なのもそうだけど。うん、でも、一応、その熊本に第2工場まで作って、そこで、ファウンドリーで半導体の製造、生産というより製造だよね。それをできるっていう体制を作ろうとしてるわけです。すごいですね。すごいでしょはい、うん。だから、今、日本中の、例えば、キオクシアにしてもですね、あるいはソニーもそうですけども、あの、様々な半導体の投資が始まって、確かサムスンも、横浜に数百億円の投資をする。 ということになるよね。はい、はい。で、一応言っおきますけどね、あれですよ。なんか、あの、サムスンって言うと、日本のパクリだって印象の方いるかもしれないんだけど、もう逆転してますからね。<laughs> あっちの方がセンターです。<laughs> そこから学ぶべきです、もう日本は。<ー> TSMC もそうだけど。で、TSMC が2ナノの半導体を、例えば3ナノでいいや。3ナノの量産を韓国、台湾でやってるから、その工場を日本に持ってくるわけじゃないじゃないかと怒ってくる怒ってる人がい,いるんだけど、はい。最新じゃないんですよ、別に。うん、熊本工場は。はい。でも当たり前でしょ、そんなの。うん。 台湾の安全保障を考えてみなさいよ。サンナロの量産があそこでしかできないからアメリカは守るでしょう。うんうん、それが日本の熊本でもできますってことになったらいざという時見捨てられるっていうふうに思いますよ、絶対台湾は。あ<ー>そうでしょこれが安全保障ですよ。確かに。だから出すわけがないの、最新の技術なんて。んはい、でもまあ、とりあえず、ファンドリーがないから、日本ほぼ。それをできるようにすると。 で、やっぱりラピダスはかなり野心的で、はい、今日本のね、半導体のナノ数って40ナノとかですからね、何世代前なんだと。はい、それしか作れんとえ。それが今3ナノとかがあ ?3 ナノは今、<う>最先端です。最先端さら、ね、それは、ね、先の2ナノまで行きますよと。でも40いくつうん。があ今、じゃあ作れる、日本でも。あ<ー> <laughs> 気がが遠くなるほど昔らししかかでもなんか伸びしろがいっぱいあります、ね、いやだからホップしてジャーンって感じで、はい、あ乗り越えることになりますうん、うん、間を全部乗り越えていきなり2なの量産から始めるっていうあそこから始めるんですかそこから始めるでねこれかなり重要だと思うんだけど半導体ってさっきも言ったけどそのその各国にまたがる企業のバリューチェーンあるいはそのサプライチェーンがなければどっかかけただけで製造できないんです うんうん。だからこれ大丈夫なのかなと思うんだけど、半導体のシリコンにね、はい、その回線とかを焼き付けるときの露光装置っていうのがあるよ。うん、もうカメラのみたいな技術ね。はい、だからニコンとかキャノンもやってんの、日本の。でも大してシェアなくて、両者合わせて5%ぐらいしかないのね。95%が、オランダの ASML なんですよ。はい、オランダ。はい。えー、95%がほぼ独占じゃないですか。うん、いいのかなこれとていつも思ってんだけど。 はい、で他の製造装置とかは大体アメリカと日本で半々ぐらいのシェアを分け合う感じになってるんですよね。あの原材料の製造もそうなんですけど、はい、シリコンウェア貼から、ねうんはい。アメリカはつまり自分たちだけでやるのは無理だって分かってるんで、信用できる国に製造装置であったり、製造そのものであったり、原材料の製造であったりっていうのを作らせて、はいはい、そこの技術的な部分はガッチリ握ってでそこが、そこにですね、挑んでくるようなやつは排除すると。 いうやり方をとってるんですよ。で、最初そこにいろんな、いろんなソ連っていうのがですね、ものの見事にコピー戦略で失敗しましてですね。今どこが問題になってるかわかりますよね。どこ中国です。中国ですか。だから中国は当然、あの、今あれでしょ、だから世界の工場とか言ってるけど、はい、それこそアメリカで設計されて、うん、アメリカのその設計システム、EDA っていうんですけど、これもうアメリカ独占。うん、それで設計された、 その、は、それさ、さらに TSMC が製造した半導体とかがなければ、何も作れんと分かってるんですよ。うん。はい。ただ、だからそこ、だから全部それを自分でやりたいと言い出したのが、はい、それが中国製造2025なんですよ。あ、へえ。ー。え、でももうですよね。うん、そうであ、できないできない、はい、<laughs> できないんだけど、だからそれも当然アメリカ側としては、その、要は、あの半導体の部分まで中国に握られてしまうと、それこそ、 防衛上の問題になるんですよ。うん、うん、絶対させたくないと、ね、絶対にさせないという形で、だから信頼ができる国々を投資しろと。特にあのサボってた日本よ、真面目にやれっていう感じになって、はい、ものすごい投資ブームが起きてるんですよ、はい。ということでなんかいいことだけ話してたら、だんだん時間がなくなってきたんだけどどうしますかね。あっという間に楽しすぎて。<laughs> あっという間でしたね。はい、でこれねかなり重要なんですよ。はい、なんでかというと一応ほら例えば日本でね本当に例えばラピダスが みんなの量産技術を持って半導体のファウンドリーの事業を始めたらそれはもうアメリカにとっても非常に大事じゃないですかラビダスがっていうよりも日本がそうするとねアメリカ様ちょっと言われた通り半導体頑張りましたので穀物の輸出ちょっと認めていただくわけにいかないですかねっていうような工場ができるはずなんですよ本来はそうですね、はい、えだってちょっとうちみんなこのままだと飢えて死んじゃうと困るでしょみたいな そういうことにちゃんと政治家が気づいてるのかなと、これ、ね、多分官僚は気づかないですよ。あ<ー>所管が違うから。あなるほど農林水産省と経産省。これはだこういうこと政治家が考えなくちゃいけないんですけどね。楽しかったの楽しかったです。もしかしたら、だからこのまま日本はですね、<laughs> はい、あの昔の昔ほどはいかないんだけども、 その半導体の製造大国に復活できるかもしれない。うんうん、2030年ぐらいまで。はい、ちなみにラピダスが私かなりいけるんじゃないかなと思ってる理由っていうのは、ま、いっぱいあるんですけど、IBM がついてるから。<っ>はい。IBM 技術持ってるんでしょ ?2 ナノの。はい。せあの、開発とか製造技術。ただ、製造できるっていうのと、量産できるっていうのはもう全然話が違うんで。うん、あ、1個作れるか。そう。何万個作れるか。何万個、何万個じゃない何十億個,何,十億個何兆個ぐ何兆個だよね、下手したら、ね、<ー>何稽個じゃない下手したら。 そこのハードルを乗り越えるってことは、今から皆さん頑張るんだろうけども、うん、私はまあ、個人的には期待してますよ、という話で。はい、今日はだから、前半にいい話、後半に悪い話しようと思ったので、いい話だけで終わっちゃった。<laughs> はい、財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。2021年に財務省のトップ、矢野幸治財務次官は、まあ、このままでは日本が財政破綻すると。 警告する矢野論文をです、ね、発表しましたしたかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。実際、財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですね、ことを語っているわけです。しかし、財務省のトップ、矢野康治事務次官をはじめ、まだ財政破綻論の嘘を広め、 日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、騙されないようにするための書籍がこちらですね。財政破綻論の嘘。この書籍を読んで、日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。